おはようございます。今日はですね、α7-3 のセッティングを変えて S シネトーンというですね、α7-S3 とか FX3 に搭載されているトーンに近づけたもので撮影してみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速セッティングしてみましたけれども、こちらですね、海外の YouTuber さんが紹介されていたものになります。空とか街並みとか軽く撮ってみたので、それを見ていただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、まあ、多少ね10ビットじゃない部分であるとか及ばないところは確かにちょっとあるんですけれども、かなり近しいトーンで撮影できてるんじゃないかと思います。 S-Log3 で撮影をしてラットを当てるっていうのも非常に綺麗な色が出ていいんですけれども、これはこれでね、とても使い勝手がいいんじゃないかなと思います。気になった方はお試しいただけたらと思います。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。